皆さんこんにちは、放送作家の島津です。今日はですね、こちら川崎のですね、宮崎台というところに来てるんですが、後ろに見える建物なんだと思いますか？こちらね、実は外国人専用のシェアハウスということでですね、今日こちらでバーベキュー大会、しかもですね、なんかフィリピン式のですね、バーベキュー大会が行われるというので行ってみたいと思います。日本の独特のですね、食べ物をですね、皆さんに食べてもらおうと、こちら2種類用意しました。草加の名物であるぬれせんべい、ちょっとね、普通のせんべいと食感が違うんでね、これ食べた時に皆さんどんなリアクションするのか。さらにこちらこんにゃくゼリーですよ。全く違うこの2つの食感、皆さんどんなリアクションするのか見てみたいと思います。うわ、これですよ、このプルプルの状況ね。これを皆さんね、外国人の方どうリアクションするの、ちょっと1個食べましょうか。なんか、美味しいんだけど、リンゴ味ね、ちょっといろいろ皆さんにも試してみたいと思います。では早速ね、行ってみたいと思います。おはようございます、よろしくお願いします。あ、お名前を教えていただけますか？はい、皆さん、私の名前はチーと呼んでください。チーさん、チエさん、はい、はい、ご出身はどちらになりますか？フィリピンから。フィリピン、はい、じゃあぜひご案内お願いします。はい、あ、ちょっとドキドキですね。あ、すごい厳重に管理されてますね。これ土足じゃないのか、どうなんだ。あ、なるほど、なるほど、西洋風で土足なのかとか、そうではない、はい、日本風なのか。おはようございます、よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。施設の方案内していただけますか？はい、じゃあ今が、はい、キッチンのご案内です。キッチン、あ、いいですね、はい、あ、気になる気になる。あ、みんなかん、あ、大丈夫かな、はい、おー、これは今、ヘンロさんです。あ、すみません、YouTube の撮影させていただいております。あ、メインシェフですか。フィリピン式のバーベキューということで、あ、これはでもこれ焼きそば、これ日本の焼きそばですね。よろしくお願いいたします。あ、なんかいいな、どうもすいません、なんかカメラいきなり回しちゃってますけど、なんかもう日本じゃない感じで、どこに迷い込んだんだろうっていう感じ。あ、皆さん今日はよろしくお願いします。わあ、なんか異国感ありますね、やっぱり。なんかすごい、ここが冷蔵庫、あー、すごい。あ、フィリピン人のバーベキューです。バーベキュー、あ、仕込みがすでにされてるんですね、これ。はい、日本語大丈夫ですか？ I don't think so. I don't think so. Where are you from? I'm from Argentina, from Buenos Aires. Argentina. 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 ああ、そう。イギリス。イギリスですか？日本語うまいですか？まだまだです。ああ、すごい。すごいなぁ。うわ、すごいシステムキッチンで、わぁ、すごい。なんかこれバルミューダーの最先端ですね。すごいですね、カリカリになるトーストのやつじゃないですか、これは。何気にたこ焼き器なんかもね。いや、まあちょっと日本の食文化もという感じですね。あ、冷蔵庫とかどういう風に使われて、みんな名前書いてみたいな感じなんですか？あ、あとは普通にみんなの部屋に1個。あ、なるほど、なるほど。そこで自分のものは持って、で、ここで作って。
何ですか、これは洋食と和食のフュージョン。フュージョン。ラウニの中で味噌を入ってた。まあ、味噌が入ったら、なんだっけ、味がソルテカラメルっぽい。何ですか？ソルテカラメル。ソルテカラメル。はいはいはい。ソルテカラメルがちょっとよくわかんないね。コスコのチキン。ああ、すごいすごいすごい。でかいね。でかいです。でかいね。でかいでかい。ああいいですね。よろしくお願いします。いい具合に、ね、はい、焼き鳥みたいな。アンナさんのチキンですか、これは。あ、これはタバポーク、豚肉ですね。ポークですか。はいはい。牛なんだ。アンナさんのアンナさんスペシャルメニュー。スペシャルメニュー。Oh, oh, oh, oh. I'm a barbecue seller in Philippines. あ、フィリピンで。フィリピンで。はい。バーベキューの。セール。セール。売ってた。うん。ショップ店員なんだ。これ何味ですか。何味。テイスト。What taste? It tastes like a barbecue. I put some ketchup. Oyster sauce. Oyster sauce. Yeah, garlic. いっぱいガーリック。Yes. Some soy sauce. はい。わかりました。行きます。乾杯。乾杯。なるほど。これは。バーベキュー1000円です。取るなぁ。立派な、あ、なんだっけ。あ、肉が滴り落ちて。じゃあ、ちょっといただきます。うん。おいしい、これ。うん。おいしい。甘い。うん。甘い。うん。こんにちは。はい。What's your name? ペドロ。ペアル。どちらかのご出身ですか。ポルトガルです。ポルトガル。あ、じゃあポルトガルの方はちょっと初めての方で。どうですか。日本のなんか食文化とかこれが好きだよとか、うん、なんかありますか。お寿司。あら、贅沢なもの来ましたね。今日のどうですか。バーベキュー焼き。これ牛タン。牛タン、日本の牛タンどうですか。グー。ポルトガルではどうですか。牛タンって食べますか。ポルトガルより、ポルトガルの方がいい。ポルトガルの方がいい。正直ですね。なんか日本人に教えたい地元飯って何かありますか。一番好きなは、フランス人がというサンドイッチです。なんか3階でお肉とチーズとお肉とチーズめっちゃ3層になってる。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。サンプルを食べたら、はい、なんか2日間ぐらい食べられないかもしれません、はい、2日食べられない。はい、それぐらい美味しくて持っちゃう。そう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 ですか。スマートフォンで写真をこう私に見せていた。そうそうそう、うん、アナ、はいはい、あ、こういう風になっているのね、うん、あ、すごい美味しそう、確かに。そうですね。確かに美味しそう。
いや、なんかポルトガルってね、海が近いからシーフードがいいのかなって思います。シーフードが多くて美味しいと思います。そうなんですか。ちょっとね、今日特別な、ちょっと食べたことのない食べ物を持ってきたんですけど、食べていただけますか。こちらね、濡れせんべいっていうの、特別なせんべいなんですけど、日本の伝統的なスナック、トラディショナルスナック、ワクワクします。草加の濡れせんべい。お、おいしい。本当？うん。お、おいしい。お、いいね。どうですか？食感がね、テクスチャーがちょっと独特だと思うんですけど。うん、お、全然いけますね。あ、おいしい。あ、本当よかった。あ、いけますね。いけますね。本当ですか。でも私はサラダ、サラダ大切な食べ物です。あ、そうですか。健康のため、健康のために。そうですか。サラダとチキン。はいはいはい。え、日本に来たらラーメンとかそういったものを食べないですか。ラーメン、ラーメン日本に来た前食べたことはあるけど、日本のラーメンはもっと美味しい。うんうん。あ、でも、あ、なんかパクパク全然いけますね。あ、ごめんなさい。いやいや、全然全然食べていただいて、率直な感想をね、多分日本人でもちょっと濡れせんべいそんなに食べないじゃないですか。え、食べますか、濡れせんべい。あ、本当。シェアハウスの暮らしをぜひ教えていただきたいですけど。楽しいですか。もともと何を目的でこちらに。英語喋りたいっていうのと、あと、まあ、家賃とか、なんか子供引っ越しにかかる費用とか、はい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 、で始めて、はい、でなんかもうカナダに行ってた時期があって、その時シェアハウスしてて楽しかった記憶あったんで、その時も忘れられずに。どうですか、実際カナダと比べて日本でも楽しいですか。楽しいです。楽しいです。結構人がいい人が多いので、はい、なんかみんな優しいから仲良くしてもらって、家賃安いんですか。相場だともしかしたら高いかもしれないですけど、はい、引っ越しに例えば家電買うとか考えたらトータルで見たら安いかな。トータルで見たら安いかな。月10万とかそこまでいかない。ね、この中で、お名前は、あ、えのきどさこ、えのきどさん、はい、お友達は誰か。この中で一番、一番は、あ、はい、萩原さん。でもこの手のイベントっていうのはよくやられてるんですか。なんか普通にインターワオが会社としてこういう風に企画するときと、もう住人さんで、あ、自由に、自由にとか、自由にやる。今日はそこそバスケの試合みたいな。そういういろいろもう結構毎月1回2回はやってるんです。いい、そうなんですね。いいな。どうですか、実際英語は。じゃあ、あ、すでに留学もされてたから、ある程度。あ、留学というよりワーキングホリデー。あ、ワーキングホリデー。ずっと学習してたわけではないんですけど、でもやっぱりその普通に働いて日本で生活して、で時よりはやっぱ話す機会が増えてきたので、そこはその忘れないためとか、あと自分自身またあ、そういえばこういう言い方してたなみたいなのを思い出したり、キャッチアップできるっていうのはいいかなって思います。そうなんですね。ちなみに現在のご職業は？はエンジニアです、ね。エンジニア、あ、IT エンジニア。うん、はい、こんにちは。こんにちは。日本語大丈夫ですか？大丈夫。は、本当ですか？あ、どちらのアルゼンチン。アルゼンチンからですか？あ、そうですか。日本の夏どうですか？やばい。やばい、やばいですか。蒸し暑い。蒸し暑い。アルゼンチンここまで暑くないですか。あ、まあ、同じぐらい。同じぐらい。同じぐらいですか。日本のなんか好きな食べ物とか、これ気に入った食べ物なんかありますか。カツカレー。カツカレー。カツカレーですか。今日はですね、ちょっと日本の独特のね、お菓子を持ってきたんですけど、ちょっと食べていただけますか。こんにゃくゼリーって言うんですけど、食べたことありますか。じゃあちょっとこんにゃくゼリーね。お名前は。レアンドロ。レアンドロ、うん、レアンドロさん、じゃあちょっと初めてのこんにゃくゼリーだと思うんですけど、
はい、じゃあちょっと食べてみてください。どうですか？美味しい。美味しい。大丈夫ですか？大丈夫です。変な食感じゃなかったですか？大丈夫。じゃあ今度ね、濡れせんべい、こちら。お。どうですか？変な味。え？変な味。変な味。うん。変な味。あ、あんま合わない。ダメですか？いいけど、でもちょっと食べたことない。食べたことないでしょ。日本のせんべい自体は食べたことありますか？うん、うん、でもちょっと違うタイプじゃないですか、うん、どうですか？これお土産には持って帰り、アルゼンチンに持って帰りたいですか？アルゼンチンだったら、うん、アルゼンチン甘いの来ない。なるほど。ちょっとこういう醤油はしょっぱいのじゃなくて、うん、甘いのがいい感じなんですね、うん、なんか日本に来て驚いたこととかなんかありますか？これはレストランで一人で食べること。あー、みんなでワイワイ食べるけど、日本だと一人で食べるから、レストランに行ったら友達となんか、うん、一緒に食べて盛り上がる。うん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 。そっか、結構じゃあなんかちょっと寂しい感じがしたり。それはない。慣れた。もう慣れた。慣れた。普段の食事とかは何作るんですか、ここで？ミラネッサ。え？ミラネッサ。ミラネッサ。うん。何ですかミラネッサって？あ、なんか今時のなんか割れるタイプのスマートフォン。初めて見た。え、なんですかミラネッサ。あー、カツレツっていうか、そういう感じの。あー、はははは、いはいはいはい。あ、これご自分で作るんですか？うん。簡単なの？え、簡単じゃないでしょ。結構大変じゃないですか？いやいや、簡単。簡単なんですか？うん。でもそれは1週間に1回ぐらい食べる感じじゃないですか？あー、1回と。そうでしょ。他はなんかサンドイッチとか、あ、スパゲティ的な感じ。あー、パスタはあんまり。え、外食が多いんですか？うん、まあ普通は会社で食べる。うーん、そうですか。今普段お仕事は何をされる？ IT エンジニア。 IT エンジニア。そう。じゃあこっちは結構稼いじゃってる、ね、今日本だとこう賃金安いから、世界のアメリカとかそっち行った方がお金儲かるんじゃないですか？海外でいるときはこれは初めて。じゃあ日本に来たいと思った理由は何かあるんですか？日本語を勉強したい。あ、うん、日本語勉強した理由は何ですか？あ、ちょっと子供の頃は漫画とかアニメなどの興味があって。あ、やっぱ漫画とかアニメなんだ。今その興味はなくなったけど。日本のことはでも興味があって。そっか、入り口はでもアニメとかだったんですね、うん、それは何のアニメ見てたんですか？悠々白書ね。悠々白書を見て日本に興味持って。でももう日本は何年ぐらいなんですか？あ、いや、まだ1年経ってなかった。あ、すごいね、日本語上手ですね。アルゼンチンにいる頃からスタディー、You study in Japaneseうん、高校生の時。そうですか。で、ちなみにですけど、大谷翔平選手ってのは知ってました？日本に。知らない。今も知らないですか？あ、やっぱそうなんですね。じゃあ、あなたにとって一番有名な日本人で言うと誰ですか？知らない。全く知らない。あ、本当ですか？総理大臣もちょっとわかんないけど、全くわかんないですか？本当ですか？いえいえ、全然。そうなんですか。じゃあね、ま、なんか日本に来て良かったこととかって何かあります？どこでも便利なものがある。うん、で、電車はどこでも行けること。電車はね、はいはい。ここでの暮らしはどうですか？ん？暮らし、普段の生活は、うん、いいと思う。なんかいいと思う。なんか手続きをするときはちょっと面倒くさいと思うけど、大丈夫。なるほどなるほど。
日本の生活は楽しいです。なるほど、わかりました。ありがとうございます。サンキュー。ラーメン。ラーメン。なあ、今なんかロシアから送金はできないのか。なんで日本に来たのかなと思って。そっか、日本は一番安全の、うん、安全だから